そんなね、挑戦的なテーマとなった本作本当に皆さんがおっしゃる通りわおわおドラマらしく皆様の心に突き刺さる内容となっております。そして本作は篠崎絵里子さんの見事な脚本によって育児のストレスだったり夫との関係義父母からの重圧など本当に日常生活のリアルを丁寧にそして繊細に描いています。え皆さん ぜひともね、あのおっしゃってくださった方もいらっしゃいましたが改めてこの台本を初めて読まれた時のどのようなことを感じられたのかそしてぜひご自身の演じた人物についての印象も合わせてお答えいただければと思いますでは柴崎さんからお願いしますそうですねまずリサ子については共感する部分と、えー、反する部分と うーんどちらもあるなというのが正直なところであの私自身は物をはっきりと言ってしまうタイプなのでなんかこう口に出せないもどかしさみたいなのももちろんあるんですけれども伝えないと始まらないっていうところがあるのでそういった部分はこう反する相反する部分なのかなとも思いつつとはいえ こうダイレクトに直接思いを伝えるっていうのもできなかったりあとは相手の反応を伺ってしまうとか空気を読みすぎるっていうところもありますしあとは環境自分が生まれた環境だったり育った環境あの一緒に あの育ったクラスメイトだったりクラスメートに言われた一言によって傷ついて心がちょっと閉じこもっちゃったりとかそういう経験もあるのでなんかそういうふうになかなか一歩勇気が踏み出せないとかこういう発言が言えないとかっていう気持ちもすごく分かるなっていうのはありましたただやっぱりその母親という経験は私はないのでそこは想像力でしかなかったんですけれども先ほど水野さんがおっしゃったようになんか子供がいるから家族がいるから 豊かだとかあの、幸せだとか、本当に一概に言えない。その閉ざされた空間で巻き起こる一息中っていうのが、本当にたくさんあるんだろうなっていうのを思い描きながら、このリサコっていうのを演じたところがあります。であの脚本自体はちょっと先ほども触れたんですけど、本当に面白く,面白くて、というか、考えさせられるもので。 読んだ瞬間から私ずっと社会ってとか社会での自分の役割ってものすごく考えるようになってしまって頭が疲れるぐらいここ最近はずっとそんなことを考えるぐらい本当に何かそういう重要なテーマを与えられたなというふうに思ってます。あとなんかこう SNS 社会であの検索っていうのがすごくしやすくなってしかもカテゴリー分けもたくさんされてるから例えばじゃあ私だったら「1人暮らし」「お一人様」 晩ご飯お家ご飯おとか, <laughs> なんかこう自分にまつわることを検索しやすくなる分そうでない人の生活を垣間見たりとか想像したりとかっていうのがちょっと疎遠になってるかなっていうのも感じてなんかそこにちょっと危機感を覚えて自分とは全然違う生活をしてる人の生活だったり思いにもなんかこうもうちょっと歩みやりたいなっていうふうに思えた作品ですね。 本当にこの閉鎖的なやはり自宅の中って閉鎖的な空間ですし、そういった部分での苦悩というのがやはり描かれている作品になっていますので、皆様をそのちょっと今まではこう考えることのなかった他の皆さんはどういった生活をしているんだろうというのをこの作品を通して覗き込んでいただければと思います。うんうん、ではこの質問はぜひね女性陣男性陣と分かれて聞いていきたいので、続いて女性陣を2人目水野さんにお伺いしてもいいですか。えっと。 何でしたっけ台本を読んでて、えー、っと主演の柴崎さんと澤部さん演じたここの夫婦の関係性っていうのがあのすごいんですよね。あのなんでしょうね小説読んでてもそうだったんですけどまだこう、うん、なんか名前がえもつけられてないようなこう感情が。 描かれててるっそうですね虐待とかまたそういうのともモラハラとかともまた違うようなそだから人夫婦の関係とか親子の関係とかあのそういうもののむ難しさと繊細さとあと不安定さとあとなんかこう会話してて傍から見たら何でもないような一言なんだけど。 その自分にとってはズーンってお腹の中にこう鉛が落ちてくるような違和感がを覚えてそれがなんかコールタールみたいにこう溜まっていくっていうようなこう居心地の悪さとか怖さ気持ち悪さ違和感みたいなものが描かれてるんですよね小説にもこの,あのドラマの中でも映像としても描かれていて初めてこう気づく気づかされることもありました。 はいで、えっ、ー、と私の演じたみずほはごく普通のあの働く女性で奥さんで主婦でだから、その誰でもこうなりうるっていう。怖さはあるなと思った役でした。ありがとうございます。では、続いて伊藤さんはいかがでしょうか？えっとんん。まあ、この2人がどうリンクしていくのかっていうのが、あの最初台本読んでいった時に。 まあ全く真逆の人間というか正直どこが接点があるのか分からないなって思って読み進めていくとああこういうまあ水野さんが演じられた水穂という役はまあ現代社会で生きていて仕事をなさっている女性であればもしかしたらあり得る可能性はあるなというふうにだんだん思ってきたりなんかこう多面的な角度で見るとその一人一人 ね、存在だったり人生だったり今までの環境が違ってもなんかこう共感できる部分があるんだなっていうのをこの作品で本当に分かりましたしあとはまあ自分の目線あの役睦みという役からするとまあ自分はまださ、まあ、仕事をしていてこれから先子供も欲しいっていう中でもなかなか授かれないという役だったんですけどまあそういう人の気持ちもまあ実際自分もそうですし何だろうな。 こうであってほしいお母さんとはこうあってほしいお母さんはこうあるべきだっていう、まあ、一つ概念を持った人物の役だったんでまあそれもある角度から見るといびつに見えるしあるか角度から見ると美しく見えたりっていうなんかこう人の多面性だったり、まあ、見えないところがこの作品はすごく深くただそれがまあこの映像ともう編集と音楽でまたそれが何ですかね とっても魅力的にヘビーじゃなくでもヘビーでっていうなんか絶妙なね美しさで描かれてるのでなんか決してこの話だけ今聞いてるとうわすごい重いんだろうなって思うと思うんですけど全然なんかそういう感じでもなく見れる作品なのでなんか、うん、とってもやっていて楽しかったです。 でましたよね。今3人からあの女性目線でのいろんなこう感想をお聞きしたところですが、本日お客様の中には男性もいらっしゃいますので、男性陣のお二方にもお話を伺っていきたいと思います。今作の台本を初めて読まれた時のお気持ち、そして役柄について、まず田辺さんからお願いいたします。はい、ええー、と裁判員側のあの抱えてる？ あの生活し生きていく上で抱えてるものがものすごく描かれてるんでそういう人たちが、えー、自分たちが裁く側あの判決しなければいけない側に立ってさまざまな意見が自分の中でも変わっていくというのがあの最初に脚本を読んだ時にすごくあの小説をまた違った形で立体化してるなと思いました。でえー、10月か11月月かに調布で最初顔合わせ本読みみした時ののんなの 空気っていうのをなんかすごく覚えてます。この。すごい本だね。これは。っていうのをみんなで。そこで。もう暗黙で。これからこれ取るんだ。っていう。あの空気をすごく。覚えてます。僕の役に関しては、あの。まあ、ひどい。<laughs> ひどいです。柴田崎さんに。いつもひどいこといい。そんなことないです。あ、そうですか。ありがとうございます。うんうん <laughs> あの普通にねなんか無自覚に人を傷つけるというまあ役だったんですがまあ,あんまり良くない「普通って何だろう?」って時に「君普通じゃないよね?」って言われた時の精神状態によっては「え何何何普通って?」って返せればいいんだけどそうじゃない時に言われるとこれ以上ないナイフのようなぐさっと来てしまうというそれはあの。 夫婦関係でどこまでそう見れているかお互い向き合えているか意外に見えてないなっていうのももちろんありますしそういったえちょっと「申し訳なないいってう太陽のよう」なんでまあそういうとこからいろんなとこから役のヒントを得ようとするんですけどなんか明らかんと傷つけてんだなっていう。 それはね、その時のコンディションもありますし組み合わせもありますしそれが、えー、切なかったり、はい、するのででも、言葉は。はい 気をつけけななきゃいい無自覚の何気ない一言っていうのがこういった受け取り方がこういう受け取り方もあるんだなっていうのをこう考えさせられるでもこういった一言言っちゃってるんじゃないかなっておそらく思ってしまう方も多いかもしれませんのでぜひその陽一郎さんの一言一言ぜひ皆様も聞いてみてください。